トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ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 トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 が舞い降りたぞ。このゲームに天使が舞い降りた。このスタッフは一体どういう心境で作ったんだこのキャラ。ノバプリズムってなんなの本当に。気にしだしたらキリがねえや。言う分まだ。あーでも行くんだったらなんか転職してから行った方がよくねえか。でも今しか行けないかもしれないからもうめんどくさいから行こう。そうだよ。しかしこいつ持ってるのと持ってないのと急激に態度変わるよな。なんかこっちが財産を持ってると見な、いると見なや見なや。こっちが財産を持ってると思い、体力の回復を待っている。脳に疲れがきている。またこれ系の、はあはあはあ、あ、あ、え、敵いねえじゃん。お、お、敵を殲滅ってあんた敵いないじゃん。お、シーフソルジャー。そっか、こいつが死んでダメなんだ。こいつを何、自殺しないように説得するマップ。こいつをもう早回るなっつって。こいつをじゃあ止めて足止めしとけばいいんだな。麻痺させときゃ悪いか。これスペルバインドで、まあ仮に麻痺しなくても一番攻撃力の低い魔導士を前に出しとくのがいいだろう。ええ、これでいいんじゃないの。これで、え、これじゃダメなの。こんなぬるいワンダルハーツじゃないでしょ。これ全部見に行く。まあだろうな。ワンダルハーツともあろうものがこんな楽にやらせてくれるわけねえんだよな。なぜタカはこんなキャラばっかりをめでるのか。俺には全くわからない。意味がわからない。このようなキャラばかりを。デニウススパイラルと名付ける。まあいい。なんか男は一人一冊かっけえな。狩りの原始時代のような
まさに力が物を言う世界だな。今の現実ではなかなかない。ここでの強さ。お、ホルクス、お前、わしも男だ。わしも男じゃ。男を上げさせてもらうぞ。よし、あ、結構なかなかやるじゃないか思ってたより。ホルクス男を見せた。後ろに視線を感じているな、ホルクス。ツーン。まるで見ていなかった。後ろに視線を感じているアモン、全く見られていなかった。キュアバイト、ヒーリングサークル。あれ、なんか魔法、回復魔法に傾いてるこいつ。そう、ないからさ。バスターエンブレム覚えようやな。な。ところで後ろのおっさんどのぐらい強いの？このゲーム結構魔法使いなのに相当打撃強いから。下手すと魔法使いでもあいつ殴り殺す可能性あるからな。本当に。はじじ。マジでホルクス。道を間違えたぞ。面白いのは見た目だけだ。ネタに走った箱のこと。すえ。マジでアヌビスだ、どれも。エジプトの壁画のようなこの風貌。あのホルクスだったらさ、開けさせよ。すげえ。いや、アーマーナイト強すぎ。このゲームどうなってんの。アーマーナイト強すぎなんだけど。このターン動くんだ。やっちまった。さあ問題行こう。お、いいぞ。お前やるじゃん。ハッホルクス狙われてる。ブルブルブル。視線を感じている。なかなかの色男だな、ホルクス。お、もうどんどん行くぞ。多分こいつらミミクには強いと思う。おそらくゲニウスとホセ。高い一押しの2人。お前尻で刺してない？今尻で刺したように見えた。なぜこのゲームのじいさんは回転にこだわるのか。段差きちいわ。スペルバインドで止めておいて、早くバスターエンブレムで参加してよ。待てよ、サムデラもスペルバインド使えないんだろ。サムデラで飛べるときはよくね。じゃサムデラはここに置いとこう。サレンもこうやって。あ、そうだ、サレンも回復しとけばレベルアップ、アップするんだよ。レベルアップ近いから。6かよ。結構期待してたのに。
あれ何これ、え、移動力すげえ高いんだよ、なんで、めちゃくちゃ高えな。なんでこれ、多分高低差ものともしてない感じかな、なんかそういう匂い感じる。高低差を感じさせない。お、ついにゲニウス。強すぎる。スパイラルヒップアタック。あれは経験値入った、入ってねえ。ミミックは入んねえのか、いやこのステージが入んないのかもしれない。このステージ入んねえのか。あ、さ、これだ、これ。あ、入ってねえ。いやでもさっき経験値入ったよな、回復して。ミミックは入んねえのか。なんだよ、早くクラス手にさしてえのに経験値が入んねえんじゃよ。そしてラド、やべえな、ラドの後ろに誰も続いてねえぞ。やっぱちょっと臭いんだろうな、ラドは。まずキュービーハウスに行ってくれ、一刻も早く。再三にわたって行っているが、今日はバスターエンブレムに限る。シュッ、もうそんな奥まで。この二人やべえな、未だかつてないほど活躍してる。意外とありなのかもしれない、フォークナイト。弓兵のいないところでは、弓兵、敵の弓兵にいないところではなかなかの活躍を見せている。まあ、あいつはいいだろう。よし、いいぞ。いつも何気に高い移動力を有している。もったいねえなあ、せっかくレベル、敵のレベル18もあるのに経験値入んねえのかよ。もう経験値入ったら確実に複数のキャラがクラスチェンジできただろうに。もったいねえな。あ、もったいねえ。行け、ゲニウス。スパイラルヒップアタック。ホセのひとつき。お、いいぞ、ゲニウスになってる。マジで強え。死んじゃう。あ、でもじいさんがいる。あ、てかキースがいる。なんだよ、遅えな。段差の影響を受けてる。あら、マナプリズムを獲得した。あら、これ帰っていいんじゃない、もうとして。これ勝っていいんじゃないのって言えないのが辛いとこなんだよな。このなんかあるかもしれない感が、特にあの左奥、左奥の方にまだ何かあるかもしれない。辛いところだ。
まだ何かあるかもという気持ちが。キュアワイドって何？キュアワイド状態回復かよお前。まずメガヒーリング覚えろよ。しかもこれヒーリング回復力多分すげえ低いんだよな。なんかこのゲーム多分魔力っていう概念じゃなくても技自体にどのぐらい回復するか割り当てられてるから。おマジで。僧侶じゃないぞこんなの。こんだけの回復量なんて僧侶じゃないからな。僧侶としての仕事を果たせてないもん。勘弁してよ本当に。文句本当文句しか出ねえわ。文句しか出ねえんだよ。まるで理を感じない。日に日に角度が上がっているような気がする。あら死なない。右側手こずってやがるな。あ待てよ。てか別に後ろから追っかけてくるやつ倒していいんじゃない。俺なぜか残してるけどさ。俺はなぜか残してるけど。落としてから倒そう。サムデラが明け、ホセが狩る。やべえぞ。やべえ二人が手を組んだ。おしまいだ。あの宝箱は終わった。あのミミック終わったぞ。よし。あいつ倒してよかんべ。ぶっ壊れ。あ、そうでもねえや。そうでもねえや。安心した。まあ、これでも強いけどな、十分。お前粘るな、雑魚のくせに。お前の粘りを許さない。お、これ、あ、もうかっこいいな。相当かっこいいぞ、この矢の。まあ、血だいぶかかったけどな。マヌゲアーモン。おせ。あ、これ返り討ちにするかもしれない。あ、これやば、やばくない、これやばくない、これ倒すんじゃない。あぶねー。これミミックいねえよな今。あぶねー、あぶねー。なんでミミックじゃねえかよ。くそが、アヌビスの怒りを受けよう。ほら別に倒してもだって報酬ねえし、経験値ねえし。サムデラクロー、クロスサムデラクロー、クロスサムデラ。ホセは静かにつく。一撃でいい。無駄な、もう急所知り尽くしてるあのホセ。てか一個だけかい。何もなかったな。無駄な力はいらない。ただ一点のみをつく。それがホセ流、ホセの流儀。絶賛発売中。書店でお求めいただけます。むっちゃ倒した。10ゴールドかい。もっとくれ。いっぱい倒した。200ゴールド。やったぞ。やったぞ。これで牛丼並みのところを
牛丼並みおしんこ卵セットにパワーアップだ。あっぱれだ。これ持ってると何になるのか教えろ、教えろい。何も得てねえわ。経験値ももらえてないし。ちなみに噴出疑惑で流れてたマクロマンはこの通りホルクスが所持していた。ホルクスは後で警察に聞いたら交番に届いてたらしい。